うもこんにちは、ワールドタイガーでございます。はい、この前ですね、チートスのね、選手権をやった動画を上げたんですけど、まあ、それをね、見てくれた方、本当にありがとうございます。まあ、それでですね、今回はなんですけど、そのチートスで、アメリカでよく作られている、チートスとパンで、サンドイッチを作っていきたいと思います。ご覧いただけただろうか。このアヒル唇を。合コンの時にどれだけの男が騙されたのか、これは誘っているのか。それなんですけど、僕ですね、外国の先生の方とこう交流させてもらう機会がありまして、でその時にですね、ちょっと教えてもらったことなんですけど、アメリカではこうチートスをバカ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 ンってパンパンって叩いて、食パンにパッと挟んでサンドイッチ風に食べるというね、まあやる人が結構いるらしくて、今回はですね、それをね、ちょっとね、興味が出たのでやっていきたいと思います。ワールドタイガーだー。先ほど使ったチートスね、アメリカと日本があります。今回でこれ全部ね、混ぜてね、ちょっとね、作りたいと思います。準備するものは食パン、そしてビニール袋ですね。これにチートスの日本とアメリカのやつを入れて砕いていこうと思います。お皿ですね。肝心要のお皿は大事ですよ、皆さん。お皿がないと生きていけないですからね。チートス。はい。日本版のチートス普通バージョンと、そしてアメリカ版のキングサイズ、チートス激辛味。で、今回はこの2つをね、ちょっとずつ入れていきたいと思います。まずちょっと、皿に出していこうかな。うん。半分ずつぐらいでこう。お、おまいが、おまいが。あ、出しすぎよ。まあ、チートスと日本のね、アメリカのやつと合体させたやつをこのビニール袋の中に入れていこう。クッキングクッキング、我はクッキング、ベタンボロが大好きで、クッキングに愛されて、ララ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 。はい、こうやってできたので、次はこれを噛み砕いていきたいと思います。良い子の皆さんは真似しないでください。歯が噛み砕かれなんて知らないの。ワールドタイガーだー。はい、とにかくこうやって、あ、やべ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 、穴が開いちった。はい、こんな感じでチートスがもう粉々になりました。そして今からパンをね、かけていきたいと思います。ここで大事なのがパンですからね。ワールドタイガーだー。ここにパンを置いて、先ほどのチートスをですね、この上にかけていきたいと思います。美味しいんかな。はい、こうやって今、いい感じに、乗ってますんで、これを次は畳みたいと思います。OK、来た。はい、完成しました。チートス。チートスウィッチでございます。もう、早速食べさせていただきたいと思います。では、いただきます。いざ、実食。おいしい。うん。うん、結構。めっちゃうまかった人に、感じ的には激辛チーズサンドイッチを食ってるみたいな感覚。でもね、中がサクサクしててね、ほら周りはふわふわしてるからめっちゃ美味しいし、辛さとチーズが超合ってる。でもぜひね、ちょっとチャレンジしてみてください。ちょっと美味しかったです。とっても、もう満足でございます今日は。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。Thank you guys!動画見てくれてありがとう。チャンネル登録とグッドボタンよろしく。 Thank you for watching the video. Thank you for subscribing to the channel, the good brother. Thank you guys!